ハッシーです。カオルさん。カオルです。はい。はい。カオルさん手だけの、出演です。よろしくお願いします。はい。はい。実は今日のね、テーマはとにかくライトワーカーですね。で、要はこう、小さい時からいろんな霊的体験があるとか、UFO 体験があるとか、宇宙人の記憶があるとか、そして、この宇宙からまあメッセージを受け取ってる、そういう人たちがこれから、この時代の変化の時に何かをしたいというのがライトワーカーなんですけども、この中のお一人として、今からお隣のカオルさんがね、はい、声だけの出演、はいね、よろしくお願いします。はい、じゃあ、簡単にね、まず自己紹介から、話をしていただいて、そうですね、小さい時からの、霊体験とか、ね、生まれる前の体験とか、はい、そういった話からどうぞ、自由に話してください。お願いします。はい。うん。埼玉県の蕨市っていうところから来ました。うん、はい。はい。うん。で、最近その、ハッシーさんの YouTube で見て、うん。不思議体験でも何でもいいからって言って募集してたので、うん。LINE したところ、うん、お返事をいただいて、うん、来てみないかってことで今日来ることになりました。ありがとうございます。はい、うん、で私の場合は、うん、チャネリングできるとか、うん、例えばそう霊視ができるとか、うん、そういうことはないんですが、うん、なんだろう、あれっていう違和感がこうちょいちょいあって、うん、そこから自分の方向性が変わっていくだったり、うん、あと気づきですね、うんうん、とかいろいろあるんですね。幽霊見たこともあるし、うん、何から話していいのかちょっとよくわからないんですけど、うん、きっかけになったことから話したいと思います。うん、はい、はい、うん、小学校5年の時だったんですけど、うん、放課後校庭で友達とこうかけっこして遊んでたら、うん、3秒ぐらいかな、うん、あれって思ったら、うん、風景が全部止まったんです。静止したんです、ね、うんうん、で一枚の絵みたいな感じですよね、うん、1,2,3 ってこれぐらいだったと思うんですけど、うん、えってその時に思って、うん、でもまあ私の年齢的にほら携帯とかないからなんだろうって調べることができないので、うん、自分なりにその時思ったんですけど、うん、あれ全部が止まってるし、うん、これってもしかして一人一人の夢なんじゃないかなって小学生なりに思ったんですね。はい、なんていうのかな、その、うん、まあ、同じ人生を歩む人は一人もいないので、生まれた時から死ぬまで、うん、だから一人一人が自由に自分の中の夢を、うん、長い人生っていう 夢を見てるんじゃないかなって、うん、そんな風に小学校5年だったので、うん、まあ、今で言えば幻想とかいう言葉がありますけど、そういう言葉は分からないので思ったんですね、うん、はい、でそれが結構その後、うん、じゃあ自由なんだと、うん、夢なんだと、うん、だからもう本当に自分も自由でいいし、うん、周りもみんな自由でいいんだっていう考えというか、それでできたんですね。はい、でまあそのままそんな感じで、うん、それは時にこう思い出しながら普通に生きていくわけなんですけど、うん、まあそこからまあ中学校高校って行って、うん、なんかもう普通に平和に好き、うん、嫌いな人も別にいないし、うん、苦手な人もいないし、うん、もうルンルン気分でなんか過ごしてって、うん、で気が付いたらまあ高校入学してて、うん、2年生になった時に、うん、あれってまたなんかあれっていうのがあって、うん、なんか校門の前で私立だったのでちょっと厳しくて、うん、スカートの丈測ったり髪長いんじゃないかとか引っ張られたり、うん、軍隊じゃあるまいし何と思ったんですよ、うん、でなんか授業に入った時に、うん、なぜかまあ商業高校だったんですけど、うん、私のやりたいことと違うことに気づいたんですね、うん、急に、うん、あれ何こんな簿記とかやってるけど、うん、私は車が大好きで、うん、車関係の仕事がしたいんだってすぐパッてその日に同じ日に思って、うん、あそっかなんか無駄なんだと思って、うん、その翌日に、うん、先生に辞めた、うん、退学しますって言ってで先生ここまで来たのにもったいないとか言って赤点取ってるわけじゃないし何なんだとか言って、うん、あと2年我慢すればみたいな言葉で、うん、我慢って何と思っちゃって、うん、とにかくもう違うんだって気がついたので、うん、親にも言って、まあ、一言二言親にも、うん、あらとか言われたけど、うちの父は結構理解ある方なので、うん、まあ、本人はそういう気持ちになったんだったら仕方ないよなって言って、うん、まあ、退学届母親と出しに行って、はい、やめて、うん、
それからまあその時って喫茶店みたいのっていっぱいあったじゃないですか、うん、今あんまりね、うん、大きいところしかないけど、うん、喫茶店でバイトしたり、うん、まあ免許取ってすぐに念願の車屋さんに行って、うん、納車したり毎日いろんな車乗って、うん、なんか楽しい感じで、うん、ルンルンとしてたんですけど、まあ一つの体験としてそれ、まあ夜遊びしてある日、うん、帰ったら、うん、3時頃布団に横になって、うん、ですごくお風呂に入りたい役は疲れてて、うん、入りたい入りたいっていうものすごい執着っていうか、うん、入んなきゃ入んなきゃと思うんだけど、うん、体が疲れて動かないんですよ、うん、あーと思って、あーもうダメだ、はい、うん、どうせ入れないかと思って、うん、ふっと目だけをなんか向こうのお風呂場の方に、うん、ふって目やったら自分が、うん、自分がものすごいスピードで私の方に向かって入ってきて、うん、もうあの感覚なんだか分かんないんですけど、もう体が硬くなって硬直して動かないし声も出ないし、うん、自分を見たって感じですよね、うん、お風呂から出てきた自分がすごいスピードで自分の中に入ってきたような感じなんですけど、うん、でもその幽体離脱って離れた方から横になってる自分とか見るっていうじゃないですか、うんうん、そう、でこっちの意識をはっきりして、その、うん、あ今4時かとか部屋も全部景色同じなので、うん、自分の意識ははっきりしてて、うん、違う自分を見て入ってきたんですね、うんうん、だからこのこと、うん、もし分かる方がいたら幽体離脱とは違くないですか、逆パターンだ、逆パターンですよね、うんうんうん、もし知ってる方がいたら、うんうん、もう後ででも教えてほしいと思うんですけど、うん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 、すごい体験だね、 そんな感じです、うん、まあ、それで、うんうん、はい、でそんな風に、まあ、車屋で働いて生きてきて、うん、どの話からしようかな、うん、はい、そこで宗教真光っていうのに出会うんですね。ああ、手当てね。そうです。うん、手当てね、うん。それは姉がなんか、あの、うん、何でしたっけ、うん、腰のヘルニア、うん、椎間板性ヘルニア、うん、が悪くて、うん、病院でなんか引っ張ったりなんかしてもらってて、うん、で、ある日、まあ私実家から離れてたんですけど、うん、帰ったら、うん、なんか治ったのよっていう、なんか意気揚々と話して、友達がなんかこうやってくれたら治ったって言って、うんうんうん、で、あんたにもやってあげる人も、まあ若いし元気だし何も感じないじゃないですか。うん、いや何も感じないんだけど何何みたいなこと言ってたんだけど、うん、幽霊とか霊とかいう話が大好きで、でそういう内容もあるのよって聞いて、うん、あそうなのそれ聞きたいわとか言って、うん、結構すごく素直なので、うん、じゃああんたも入んなさいよってお姉さんだから言われて、うん、まあ興味はないけどまあ入ったんですよ、うん、で入信してもとにかく私には所属するとかいう概念がないので、うん、もうここに入ったからみんなが上の人が言うようにやんなきゃとか、うん、何もないんですね、うん、ただ入って例の話聞きたかっただけで、うんうん、でまあそれはそれとして、まあ、手かざしっていうやつは、うん、でもお御霊ってまあ詳しく言うとお御霊っていうのをして500円の霊銭を払って、うん、まあこうみんなで道場でお清めし合って、うんうん、外でもなんか苦しんでる人がいたらするみたいな、うん、でそういうなんか教えとか勉強会は一切出てなくて所属してる概念がないので、うん、ただなんか素直なので外ではやってたんです、うん、なんか車屋さんに来たお客さんが胃が痛いってもう油汗かいてこんなになっててえっと思ってあそっかこれできるんだみたいな感じで手を かざしておまじないするからとか言うと本当嘘みたいと思うんですけどえ何それ治ったんだけどとか言われて、ね、で私はもうみたいな感じ で、うん、でそういうふうに次々とやってって例えば猫がなんか車にひかれてあのなんていうのべしゃってならないで跳ね返されたような感じで、うん、なんかピクピクして鼻血が出ててで納車した時にと思って車横に止めてこう猫にやってて10分ぐらいやってたら仲間の猫がなんか1匹来てニャーニャーとか言っててなんか隣にいて見てるんですよ、うん、そしたら急にニャーとか言ってなんかこんなことやって、うん、ピャーなんて庭に走ってったんですよ2匹でで私としてはそれが何じゃなくて、うん、あのとにかくそのお御霊っていうのがしてなくても、うんうん、この手っていうのに何か気がある、うん、気とかエネルギーって多分手、うん、昔から手当てとかいうようにあるんですよね、うん、だからその後もずっとその勉強会何も出ないで、うんうん、かえって私が手かざしした人が興味を持って勝手に道場行ってみんなどんどん幹部になるみたいな、うんうん、で私はもう別に全然行ってないんです、うん、行ってもなんかその霊みたいな話が聞ける時だけ行って、はい、ただ所属してたみたいな感じでね、うん、でそういう時期があったんですね、はい、うん、であとあれね、あの、うん、ネガティブを知らないっていうお話と、はい、あと娘さんの話もねそうですね、うん、してどんどん、はい、あの次の話長くなっちゃうので、はい、次の話をします、はい、まあ幽霊はまあ見たっていうことがあって、うん、そう、それでそんな風に生きてきて、まあ、私が31の時に娘が、うん、と生まれて、うん、娘が1歳半の時に2人目がお腹に入ってて、うん、
でなんかまあ女の子って病院の先生に2回検診受けて言われたので、うん、妹が生まれるよって言ったら、その1歳半なんですけどものすごいベラベラ喋る子だったのであなんか違うよって、弟だよって言われて、うん、なんでそう思うのって言ったら、自分自身がそのお空にいるときに、まだお腹に入る前にママのことを選んで、いっぱい並んでたんだけど、人が2人までになったから、その時にその男の子だったっていうんです、自分以外で。2人決まってて、それでどっちが生まれるって、私が先生まれるから後で同じママに来てねって約束したのが男の子だから、絶対男の子なの、弟っていう。でまあそれから4ヶ月後ですか、生まれたら男の子だったんですね、本当に。すげえ。そんなような娘もそんな感じの記憶があって、私自身はそういうちっちゃい時の記憶はないんですが、そんな風にしてきて、何でしょうね、まあ、とにかく私はすごくずっと自由に、誰も嫌いになったこともないし、職はいっぱい変えて、営業やったり接客やったり、車の運転したり、着物着て日本料理屋行って、もういっぱい仕事変えてるんですけど、そこで出会った人も別に誰も嫌いでもないし、でもなんかいい人そうにこういうふうに言うと聞こえるけど、もしかして人にあんまり関心ないのかなっていうのも、深入りをしない、っていうのもあるかもしれないけど、とにかく好き嫌いがあまりないんです。みんな自由でいいと思ってるのが基本なので、でそんな風にまあ生きてきて、それでなんだっけ、その時に、娘が5歳ぐらいで、息子が3歳ぐらいの時、私は小赤嚢胞症っていう難病にかかるんですね、手のひらと足の裏だけにできる、なんか芸能人でいうと波悦子さんがそれになって、なんか何十件も病院かって治んないって話でしたが、最初はポツポツってなるのがもうケロイドみたいになっちゃって、手はとにかくお釣り出せないし、水洗いとか何もできないんです、で足も痛いんですね。だから外行くときは包帯ぐるぐる巻きになって、べちゃべちゃしてやけど見たくなってるんで、で最初病院行って薬をもらってたんだけど、あれ、そこでまたあれと思って、先生これってまあ難病だけど、いつ頃少しは良くなりますか、薬によってって聞いたら、いやそんなの難病だから分かるわけないじゃんとか言われたんですよ。分かるわけないじゃん、そう、そういう言い方をされたんです。で私はその時に初めてその西洋医学っていうか、ちょっとで全部拒否するわけじゃないですけど、あそうなんだって、そういうもんなんだ病院ってと思って、その日にもう帰ってから全部薬とか捨てて、もういやほったらかそうと思ったんです、もうひどかったんですけど、で、まあ、主人も子供が小さいからお風呂入れたりお茶洗ったり全てやってあげるからリラックスして過ごせばって言われて、もともとリラックスしてるんですけど、まあ痛いのは痛いんですよね。痛くてなんか夜なんかハンカチこう噛んだり、うーって声が出たりするほど痛いので、でも気にせずにほっといたんですよ、なんか食べ物を気をつけるとか何もしないです、めんどくさいので。そしたら、まあ、1年はかかったんですけど少しずつ消えて全部なくなったんですね、いや、やっぱりねって、もう全部否定するものじゃないけど、ちょっと医者にあれっていう違和感を抱いたっていう、そういう場面があって、あと子供と あの霊的なエピソード、いやそうですね、それもちょっと、え、子供との霊的エピソード、さっき雑談で喋ってた、それでまあ主人が私が51歳で主人が63歳の時に主人が亡くなって、まあ、突然死だったんですね、動脈解離みたいな感じで入院して次の日に亡くなって、そこからまあ娘と私と息子と住むわけなんですけど、で私は将来の不安とかこうなったらどうしようっていうものが何もないんです、すごいよね、最初の5年生の時見たあれが夢なんだっていうのが常にあるんですけど、それで不安が何もないんですよ。だから保険も県民共済さえも何も入ってなかったんです、主人の、でえっってなって、まあ、突然だったけど、まあ、そこはどうにかいつでもなんか助けみたいなのが出てくるんですね、それはなんかどうにかできてお葬式も挙げられて、で娘たちと住むわけですけど、でその間息子はちょうど高校卒業したのでなんか4年間15万うちに入れてくれて、すごいね、お母さんはゆっくりしななんていう感じで、まあ、過ごしてたんですけど、それでそこから主人が亡くなって3年ぐらい経ってからなんか娘とスピリチュアルっていうのを初めて知るんです、それで、あそういうのがあったのねみたいな感じで、鶴光一さんとかなんかこう、YouTube で出てきて、娘はまあエイブラハムとかなんかこんなのあるみたいよ、2人とも同時に知ったんですね、あそういうのがあんのねみたいな感じで、でまあそんな感じで引っ越して、でまあ引っ越し先でもなんかのんびりとしてたらなんか急に娘がこんなんかスピリチュアル気分に浸ってたはずなのに2人で、わーとか、
この先どうするのとか急に言い出して、うん、娘は自分で起業を始めようとして努力し始めるんですね。もともとすごいノートを 1ヶ月何十冊も書くほど、うん、100個質問されても100個すぐ即答できるぐらいに自分を見つめて自分のことを知ってるので、うん、そこまですごいんですよ、うん、でいろんなところの勉強会出たり、うん、とにかくなんか行きづらいんです。バイトができないんです、うん、やっぱり喫茶店とか行ってもなんか普通に出すだけなのにみたいな感じで、でそれで自分を見つめるようになんて自分はポンコツなんだと思って苦しんだ時期があったみたいなのを、うん、まあ、知らなかったんですけどね、うんうん、でもうこうなったら自分で起業するしか人に絶対使われたくないと、うんうん、常識もやっぱり嫌だしこうしろああしろ言われるのとっても辛いと、うん、で、まあ、その道に進んでそれで、まあ、私はのんびりしてるって感じだったんですね、うんうん、でそこでまあ、ちょっと時間が経っちゃったので、うん、ちょっといっぱい端折ったんですけど、うん、そこでなんか、まあ、私の先どうするのって言ってて、うん、言ってた現実的な娘が、うん、急にこの1年前ですね、うん、去年の9月ぐらいの末ぐらいなんですけど、うん、急にそうにこうバーって私に言ってた子が帰ってきたらなんかすごいニコニコして、うん、その前に、あ、そう、私、死座に立ちなさいって言葉を聞いたことあるんです。うん、寝ようと思ってる時に、死座に立ちなさいって、人の声じゃなくて、ボーンとしてんだけど、うん、言葉ははっきりしてたんです、うん。それをメモにして、娘にも自分の体験話してたんですよ。うん、死座に立ちな、視点に立つはわかるけど、死座ってどういう意味って調べたりして、もっと高いところから全体像を見なさいっていうような調べたり意味だったんですけど、うん、そういうことをまあ娘に伝えてたりして、うん、あと感謝の涙が出たことあって、うん、普通にまたいつも寝ようとする時なんですけど突然涙がボワーって出てきて寝ていながら、うん、え何と思ったら、うん、全てあるって思ったんですね、うん、言葉が聞こえたんじゃなくてあ全てあるんだ自分に足りないものなんて、うん、何一つ足すことなく、うん、このままの自分でいいんだって、うん、全てがあるっていう感謝の涙だったんですね、うんうん、で翌日になってもスーパーに行ってもとにかくいつ出るかわからないので涙が道路歩いてて小学生が帰ってるの見てもバーって涙が出てハンカチ2枚ぐらいこうやって抑えてレジで並んでても涙が出てそれはすごく感謝の涙っていうの分かってるんですね、うんうん、あ本当にこの世の中って本当は足りないものなんて何一つなくて不平不満はなくて、うん、みんなこうオプションをつけようとするけど自分に、うんうん、だけどオプションもいらないしありのままの自分でいいんだ、うん、全て足りてるってそういう感謝の涙だったんですね、うん、そういう話をまあ娘にちょっと2つだけこう、うん、お母さんこういう思いしたんでみたいな感じで話してて、うんうん、それから娘の覚醒が先に始まるんですけどすごいすごい、うん、その帰ってきた時にある時、うんうんちょっと聞いてとか言って、うん、お母さんが前に言ったなんかぼーっとしながら死座に立つかってつぶやいたんですって、うんうん、そしたら急に意識がバーンって上に上がっていって地球をこう見下ろしてる感じあこう上から見下ろす感じでこう見えて、うん、それもやっぱり言葉じゃないんだけど分かるっていう意識ですか、うんうんうん、で、うん、まあ、いろいろ自分は地に足ついた方が好きだったけど全部が分かったのって言って、うん、で説明がもう言葉にするとしづらいんだけどっていうか、うん、うん、話してって言ったらその全て、うん、全て、まあ、みんな一つであって、うん、神様の分け御霊、分け御霊がそれぞれにある、うん、だからなんか、うんいいも悪いももちろんなくて宇宙はジャッジをしないし、うん、そうそうそう、そうなんです、うん、いい悪いなんてなくてもう例え話で言ったら刑務所に犯罪を起こして入った人も別に悪くはないと、うん、宇宙から見たらそれほどジャッジがないってことですね、うんうん、そうジャッジがなくて、うん、じゃあ人のことをジャッジするもそうですけど自分自身もジャッジしてるらしいんですそうそう例えば、うん、こう自分はこうだっていう望みがあったとしても、うん、あ自分で今始めたばかりだからこうだよねって、うん、お金のことで言えば、うん、1000万稼ぎたいのに100万ぐらいが妥当かなみたいな感じだったり、うんうん、お金だけじゃなくてそう別のことでも自分はこれぐらいだなっていうのは今まで生きてきた自分の経験の集大成がこの自分となってるらしいんですね、うんうん、だから本当はそんなのはない願望に対しても今言ったようになんか自分だとダメだとかあの人あれよねじゃなくて何にもジャッジがないので自分の思ってることがそのまま宇宙って反映されるらしいんです、うんうん、だから願いお願いしますこうなりますようにって願うこと、うんうん、願ったり望んだりすることは、うん、そのまま反映されるので、うん、そのまま願ってる自分がそこにずっといるだけなんです、うんうんうん、だから願うというよりも、うん、なんていうのかな、うん、
願うんじゃなく、うん、ただ自分で決めればいいだけだそうです。そうね、そうそうそう自分で決める、うんうん自分自身をジャッジしない、うん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 、で娘さんがどうしたんだっけ。それで娘がバーンと降りてきたんでしょ。はいはいはい、はい、うん、でその続きはでそういう話をどんどんするようになって、うんうん、まあ、中身は今言ったようなことで、うん、うちはこうなんでこうだってっていうのを教えてもらって、うんうんうん、でまああれと思って、じゃあ私このままでよかったのねって、私もちょっと自己責めっていうか、うん、なんか自分なんかこんな、いろんな苦しい人の話聞くと、うん、こんななんか、うん、いいのかなみたいな、うん、ちょっと自己責めも あったんですね。はい。そしたら娘が言うには、その分かったことで、うん、自己責めと自分を恥じること、うん、自分なんてとか、うん、あの、謙虚に一瞬思うんですけど、そう自分を恥じること、うん。うん。これが一番波動が下がる域なんですね。うん、うん、そう、うんうん。うん、その通り。自分責めとかね、うん、そういう自分を恥じる、自分の存在を恥じる。そう。で、みんなやっぱ神なので、一人人宇宙だから、うん、誰かが言った体験は嘘でも何でもなく、その人がした体験だから全部 100% 本当だと思うし、うん、娘が言うにはね。うん。うん、うん。そう。それで、うん、はい、うん。そんな感じで、はい、毎日がなんかそういう、今日はこんなことが分かったよ、うん、みたいな感じで、うんうん、はい、今そういう話を聞きながら、うん、毎日なんかのべべんと楽に、はい、生きてます、はい、で、うん、最後にね、今回ライトワーカーということで、はい、手を挙げて今日、ね、はい、講師として来てくださったわけですが、はい、その、カオルさんが思う自分のライトワーカー像はどんなもんですか。はい、そうですね、さっき、うん、説明されてたように、うん、これからみんなを引っ張り上げていく、うん、照らすじゃないですけど、うん、そんな感じだと思うんですけど、うん、あとそう娘に言ったことで一つ、うん、その一人人宇宙で全部自分の中に神があるから、うん、誰かに教わるとか勉強することではなく、うん、自分の中に全て答えはあるよって、みんな神だからっていう話なんですけど、うんうん、だから、うん、この先のそのね、うん、地震の話とかもしたんですよ。こういうふうに言われて今、うん、こんな話があるんだよって娘に言ったら、うん、まあそれはある人はあるんでしょうね、自分の宇宙だから、うんうん、でもやっぱり自分自身は、うん、私の宇宙はこの先を楽しむ、うんうん、この先は明るいっていう自分の宇宙があるから、うん、それぞれでいいんじゃないっていうか、うん、私はそっちを望むよっていう話で、うん、あ、私もそうねっていう話ですね、うんうんうん、あ、素敵、ハッシーさんとクリスさんっていう感じです、はいはい、なんか質問とかあります、こう聞きたいこととか大丈夫ないですか。はい、わかりました、ね、はい、とりあえずこう自分の言いたいことなんか言えました。言えたと思います。はい、わかりました。じゃあ今日カオルさんありがとうございました。どうも、感謝です。ありがとうございます。